菊ク・宗酒造記念館は、兵庫県神戸市東灘区にあり、菊ク・宗酒造の記念館で、国の重要有形民族文化財に指定された、酒造資料566点をはじめとする資料を展示している。現在の酒造記念館は、阪神・淡路大震災後に再建されたものである。旧、酒造記念館は、 三影の本家農家本宅屋敷にあった1659年地区の酒蔵を1960年に現在地に移築して開館した。国の重要有形民族文化財に指定された奈良の酒造用具を含む所蔵品を展示、酒造の歴史を伝える企業博物館として年間約4万人の来館者があったが、1995年1月17日に、 発生した兵庫県南部地震により倒壊した。建物は全壊したものの、所蔵品は手作業で回収した結果、その多くが無事、または修復可能な状態で発見された。その後、地上2階建てで大火耐震構造の新館を新築して、1999年1月25日に再開館した。伝統的な酒蔵の建築様式を模して、 屋根は本瓦吹き、外壁や辻塀は焼きすぎいたりとなっており、倒壊した旧館の柱や梁など、部材の一部が継承されている。酒造りの歴史的資料やお酒の楽しみ方、マナーなどに関する様々な映像ライブラリーも用意されている。また、聞き酒と種類の販売も行われている。携帯電話による、一芸、コロプラのお土産スポンサーでもあり、同ゲームにおける頃か、 配布施設の一つでもある。ありがとうございます。